マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。よく何をやってももうたった1キロも痩せないっていうねお悩みを受けることがあります。おかしいと思いませんか？もしかしたらあなたの夜の過ごし方に問題があるかもしれないんです。そこでこの動画をご覧いただくと夜のルーティーンを変えるだけで痩せる方法がわかります。もしあなたがとにかく早く痩せたいなと思っていらっしゃるようであればぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、痩せる夜の3つのルーティン、ダイエット法についてお伝えしていきます。話の内容は1つ目夜の過ごし方のポイントについて、2つ目実際に行う夜のルーティン3つを具体的にお伝えしていきますね。では1つ目です。夜の過ごし方ポイントについてなんですけれども、健康的に痩せるためにはこの夜の過ごし方がとても重要になってくるからなんですよね。特に夜休む時にあなたの腸内環境ですね、腸の動きが良くなる時間帯なので、ここを間違えてしまうとやはりなかなか根本的に痩せる体質になりにくいですよということです。ただでは具体的にどうしたら良いのということで、次の2つ目夜のルーティーン3つの取り組みについてお伝えしていきます。ではここから夜のルーティーン3つのうち1つ目ご紹介します。空腹時間を作りましょうです。先ほどもお伝えしました通り、腸という臓器はですね、寝ている間に最も活発に今働いてくれているわけなんですよね。その腸が休まる働く時間にギリギリまで食べ過ぎてしまうと、腸がですねいつまで経っても休めないってことになってしまって、結果太ってしまうんですね。でまた寝ている時間にその空腹の状態を作った上で休んであげると、やはり痩せるために必要な成長ホルモンであったりコルチゾールっていうホルモンがね、やはりしっかりと働いてくれるんですね。こういったホルモンが働いてくれているからこそ、あなたは寝ているだけで、空腹の状態で寝ているだけで脂肪を燃焼してくれたり、太る元の糖質とか脂質をねどんどんね燃やしてくれる効果がアップするんですよね。なのでこういったホルモンを味方につけて、もうただただ寝てるだけでそういった脂肪燃焼効果であったり、溜め込んだ太る元糖質や脂質をどんどんやっぱり燃やしてもらう方がラッキーですよね。そこでじゃあ具体的にどれぐらい空腹時間を作ればよいのかと言いますと、就寝、まあ、寝る時間のだいたい3時間前までに食べ終わりましょうと言われていますが、もうここはしっかり結果を出すためにですね、やはり私のおすすめは5時間前までに食べ終わるということをね取り組んでみてください。ではルーティーン2つ目はこちら、ブルーライトに気をつけましょうです。よく寝るギリギリにブルーライトを見るのをやめましょうっていうお話を聞くと思うんですが、理由はギリギリまでブルーライトを浴びる、例えばパソコンであったりスマートフォンであったり、そういったものを浴び続けていざ寝ようと思ってもですね、このブルーライトは太陽の光と非常に成分が似ているためにですね、眠れなくなっちゃうんですね、まあ、イコール睡眠の質が落ちてしまうわけです。良質、まあ、良いね睡眠取ろうかなって思う時に必要なメラトニンがですね、まあ、出なくなってしまうわけなんですよね。そういった状態が続きますと、やはり代謝が落ちてしまって結果太ってしまうということになります。ですからやはり寝るギリギリのこのブルーライトを見るのをお休みするだけで、あなたの睡眠の質が上がって結果代謝も上がって痩せることがねできてしまいますよということなんです。そしてルーティーンの3つはこちら、血糖値を安定させる状態を作りましょうということ。簡単に言いますと、さすがにこういった空腹時間を頑張って作りすぎた結果低血糖に陥りやすい方っていらっしゃるんですよね。でその血糖値が急激にこう下がったままだとなかなかね寝つけなくなってしまう方っていらっしゃるんです。イライラしたりとか食欲が増してしまったりとかね、そういったことを防ぐためにも、もちろん空腹時間を作るためにお食事はお休みするんですよね、寝るギリギリですから。ただ寝る前の1時間から30分前ぐらいに
はちみつ白湯を飲んでみてください。作り方簡単です。だいたいコップ1杯のお白湯にティースプーン1杯ぐらいのはちみつを溶かして飲むというものです。こちらを飲むと安定します。何がというと、その血糖値がですね、突然急上昇することもなく、急降下することもなく、この蜂蜜さえを飲むことで血糖値がね安定しやすくなるんですよね。そういった状態で睡眠に入りますと、睡眠の質が良くなって、結果痩せるために必要なこういったホルモンがですね、しっかりと出やすくなるというね、このルーティーン3つをまずはね、あなたができるところからで構いませんので、取り組んでみてくださいね。この動画のまとめは、あなたがいろんなことを試すんだけれども、もうなかなか1キロすらね痩せることができないっていう場合は、あなたが悪いんではなくって、この夜の過ごし方に問題があったかもしれませんね。なのでしっかりと寝る時間の5時間前までには食べ終わっておくこと、そしてギリギリまでブルーライトを浴びないこと、そしてポイントはこの血糖値を安定させるために、蜂蜜を入れた白湯を1杯飲んでから睡眠に入りましょうということでした。どれもね簡単にできると思いますから、ぜひ取り組んでみてくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは最後までご覧いただいてありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。